パリ五輪は9日、ブレイキン女子決勝で日本のユアサーミ、ダンサーネームアミ、がリトアニアの日課を破って初代女王に輝いた。ヒップホップ文化とスポーツの融合で注目された新競技。ノリノリだった競技中の風景が一転、表彰式で静かに流れた君が代にネット上の日本人からは、まさかブレイキンで君が代が聞けるとは、震えました、といった感動が広がっている。画像。 この場所で、君が代、流れる、やばいな競技とは対照的だったブレイキン表彰式の様子を厳かな空気に包まれた。少し前までヒップホップの音楽で溢れていたブレイキン会場に流れた君が代。ノリノリだった観客も静かに聞き入り、表彰台の一番上に立った網も形容された日の丸を誇らしげに見上げた。どう、から、静かへの対照的な光景に、ブレイキンのファンも心を一つにした。 これにはネット上の日本人も感動。まさかブレイキンで君が代を聴けるとは。アミさんありがとう。ノリノリの音楽ダンス会場で重厚な君が代が流れて最高でした。パリで聴く君が代パリで歌う君が代震えました。ゴリゴリのヒップホップが流れてたブレイキン会場に君が代が流れる。ああ、ここはオリンピックの舞台なんだと思った。このブレイキンな場所でザワの楽曲、君が代、流れるん。やばいな。 これこそブレーキンやん。といった声が上がっている。